にちは、菅沼ゆりです。今日はバッグの中身を紹介していきたいと思います。まずこれが私が使っているバッグで、私が最近使っているバッグがこのアレキサンダーワンのバッグです。これね、ノベルティでいただきました。このレジ袋みたいな、ね、コミカルな形がすごい可愛くて、あと素材がね、すごい面白いから、何素材って言うんだろう、なんか多分普通にバッグというかノベルティの袋としてもらったんですけど、結構私荷物がすごい少ない方なので、ここに入れてちゃちゃっとお出かけしたりしてます。まず携帯、このステッカーを私が取りました。自分のカメラを撮ったステッカーで、お財布、これは50のクエスチョンの時にも回答したミューミューのお財布です。これなんですけど、これ日本でなんか6個しか入ってきてない色味とデザインらしくて、普通はこのミューミューっていうロゴがゴールドでできてるんですけど、全部マット加工でなんか同じトーンでできてて、すごい可愛いと思って偶然入荷してて購入できました。めっちゃ可愛いです。あとチョコ、チョコ大好き。結構前いろんなチョコを持ち歩いてます。結構すぐ買っちゃう。あとは音楽が大好きなんで AirPods、 AirPods Pro ですね。もうこれは必須、必須しかない。もう音楽しか聴かないんだ私。これがなきゃ結構もう街出歩けないぐらい AirPods。 あとは香水ですね。マルジェラのマルジェラからなんかこうミニの香水、海外ではよく売ってるらしいんですけど、日本で発売するのが今年から始まったらしくて、結構レアというか、この小ささすごい持ち歩きに便利で、もう愛用してます。これ2本目で、まあ、香りはね、いろんな香り使ってるんですけど、今はジャズクラブっていう香り、なんか大人っぽいね、ヌーディーな香りをつけてます。あとは化粧品ですね。なんかあんまり私コスメも持ち歩かなくて、塗り直しとかもそんなしないんですけど、まあ、必須としてはこのインテグレートのパウダー、パウダーファンデで浮いたテカリとかを直す、本当にお直し用。このリップもまず9477番、これももうお直しで、すっごい最小限だと思います。以上、私のバッグの中身でした。すごい少ないね。はい。